巨人、原監督、阪神優勝にコメント。原監督は阪神の優勝について、非常に卒のないというかミスの少ない、やっぱり1番、近本2番、中野8番、木浪ここにかなりやられたなという印象ですね。競り負けたという印象です。とても今年のタイガースはいいチームだったと思います。あとは岡田監督が非常に思い切り、いろんな選手を2軍に落としたり経験させたり、ちょっと眠っていたような選手を生き返らせたり、その辺の選手掌握術は見事だったと思いますねとコメントした。さすがのコメント力。込めるのは相変わらずうまい。阪神は足使える選手多かったな。競ってたことあったっけ？競り負けた、ボロ負けた。チャンスで門脇に代打萩を出した理由ええや。言うほど競り負けたか？勝負になってなかったやん。競り負けた、5勝17敗。一方的にボコられとるやん。意外に試合自体は接戦多かったからな、大体阪神が勝っただけで。中継ぎの差だなそこは。でも来年は大勢いるだろうし。今年育てた菊池船場様や平内が活躍するだろ。いろんな選手を2軍に落としたり、ここちょっと畜生要素。同年代のドンちゃんのおかげで来年もやる気になったんじゃないの原さん。まあ岡田やったら面目立つやろ原も。立浪のコメントはまだ？